どうもこんにちはドクターケンです今日のお話はですねこれらについてのお話をしてみたいと思います皆さん日本人ってね土層だったのってご存知ですか今ねもうほぼ100%に近いぐらい仮装をしてますけれどもこれはね昔土層が基本だったんですねでこの土層から仮装に至るに なったこうきっかけっていうのはですね昔流行ったこれらが原因なんですね今日はちょっとそのお話をしてみたいと思いますこれらっていうとですねまあ、どういう症状が出てくるかっていうと下痢が主体になっている病気なんですねだいたい1日10リッターぐらいもうシャーシャーの下痢がもうジャーっともうずっと出続けるんですけれども最後の方にはですねもう 茶色い便の色じゃなくてもう米の研ぎ汁みたいな白い液体がお尻からずっと出てくるような状態になってそな1 10日にもも下痢が出たららですすね、ね。う干からびちゃいますよ、ね、だからこれらでこうだんだん苦しんで死んでいく人っていうのはですね脱水になって死んじゃうんですね。 昔、インドネシアの病院に行ったことがありますけれども、そこで見たときにね、衝撃を受けたんですけれども、あのこうベッドのね、真ん中に穴が開いてるんですね。で、これらの患者さんはそこに寝かして、もうお尻をね、そこのあい丸い穴のところにこうスポッとはめて、下の方にはバケツをね、こう敷いて、もうずっともう下痢が出るのを、それで、 あのー、賄うわけですねいちいちおむつとか交換してたらもうキりがないんでもうずっと垂れ流しにさせとくわけですでたや、あのー、しっかり、まあ、点滴して治療するわけなんですけども、まあ、そういうコレラ専用のベッドがあるぐらいねだからもう延々と下痢が出続けちゃうわけですね非常に恐ろしい病気です で、どこで流行ってるかというと、日本ではね、これら流行ってたりはしないんですけれども、一昔は前までは流行ってたんですが、今はだいたいインドとかですね、アフリカなんかで流行ってることがあって、あの、下水がうまく、 こう機能していないところとか水が汚いところですねそういったところにコレラ菌っていうのが入ってたりすることで、まあ、それを摂取してしまうと感染が起こっちゃうわけですね昔コレラはですね幕末の頃に日本に入ってきたそうなんですけれども、まあ、この頃日本人はねそのコレラっていう病気を知らなかったんでなんか変な病気流行ってるぞっていうことになったんですけれども。 まあ下痢がね、ものすごい勢いで出て、ほんで、もうみるみる間に脱水を起こして、もう昔はね、点滴とかなかったんで、その水分を補う術がなかったんですね、まあ、それでもう、どん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 下痢が出て、干からびていっちゃうから、まあ、一部ではですね、そのコレラの病気のことを、鉄砲っていう風に呼ばれてたり、まあ、鉄砲で撃たれるみたいに、まあ、すぐ死んじゃうってうことですね。 でそれとか、まあ、コレラっていう病気が、まあ、もうその日本に入ってきたわけなんですけども、まあ、コレラと、まあ、コロリともまあ,あのようにいっちゃうということでね三日コロリっていうような名前がついたりしてたそうです。いたそうです。江戸時代の頃のですね安政の時代ってありましたけれどもその頃にですね日米修行通商条約まあ何か下神様のねの条約結びに来た。 あの船が長崎に着いたんですね。で、その船の名前がミシシッピー号という名前なんですけども、その一説によると、そのミシシッピー号に乗ってた乗員がですね、これらを持ってて、まあ、それを日本に持ち込んじゃったっていうことなんですね。まあ、それで持ち込んじゃったもんが、だんだんこう、長崎の方から西日本にこう伝わっていてですね、もういろんなところに、 まあそのこれらの患者が発生しちゃったわけなんですね明治時代の頃になってくるとまあ江戸時代の時よりかですねもっと多くの外国からの船が出入りするようになってきて、まあ、それが多くなればなるほど、まあ、これらの出入りとかも増えてくるわけですね。 で明、明治の頃にもですね、コレラが非常に流行った時期があったそうなんですけれども、その頃にはですね、そのコレラで亡くなった方がですね、えっ、ー、と、一説によると10万人を超えたそうですね。で、まあ、それだけもうひどい病気が流行ったんで、政府もこのままじゃいけないということで、その国民にですね、生水を飲まないようにしましょうとか、 あと生魚を食べないとかね、まあ、そういったお触れを出したりあと病人が出たらですね隔離をしましょうっていうで、まあ、死んでもですねもう遺骨になるまでもう家族は会えないような状態にしてたみたいですね、まあ、そういうぐらい、まあ、政府もかなり力を入れてこれらに対しての,あの対策を行ってたわけですね。 で、最初の土葬から火葬に変わった話になるんですけれども、昔はね、その日本人っていうのは土葬されてたわけなんですが、まあ、このこれらの流行をきっかけにですね、火葬に切り替わっていったそうなんですね。まあ今までね、土葬で埋めてたものをいきなりこう、もう遺体を燃やして火葬にしようっていうと、まあ国民からね、やっぱ反発が出てくるわけですよ。 で、政府の人はどういうふうにして説得したかっていうとですね、もうコレラの毒とかが、もうそのまま土葬しちゃうとですね、井戸水とか川の水にそのコレラの菌がこう蔓延しちゃうから、きちっと燃やして灰にして埋めないとまたコレラの患者が出ちゃうぞっていうようなね、そういう教えをすることで、どんどん仮葬を広めていったわけですね。 まあ、昔の頃はですね、あの、天皇陛下とか皇后陛下とか、もうそういった方々はもう代々仮装を行ってきてたわけで、まあ、その国民に対してもですね、まあ天皇陛下とかも仮装をやってるんだよっていうような教育もされてたみたいです。まあ、それでまあ、納得する方も中にはいてたわけですね。まあそういうのがだんだん定着していって、まあ今の 仮に至ってるわけですまあこれがねこの仮想になったきっかけっていうのはこれらだっていうのはあんまし皆さん知らないと思いますので、まあ、これも一つのねトリビアと思ってあのしとっていただけたらなと思います今日は、えー、これらのお話とあと土壌から仮想に至った話についてお話をしましたまた登録ボタンとグッドボタンよろしくお願いいたしますそれではさよなら